シティサイクルによる板チャリの霊通チャリ、または板自転車とは、漫画、アニメゲームなどに登場するキャラクターやメーカーのロゴを、かたどったステッカーを貼り付けたり塗装を行って装飾した自転車のこと、一他者の自転車版と言える。描かれるキャラクターは萌えの美少女キャラクターなど、二次元、などと俗称されるような、平面上に描かれたイラストが代表的である点は、 板社と同じだが、自動車と比較して圧倒的に描画可能な面積が少ないことから、より大きな絵を掲出するために、独自の工夫を行うことが多い。また、キャラクターの描画以外にも、よりアピール度を高めるため、ネオン管や LED などの発光体を取り付けたり、アンプやスピーカーを搭載して、音楽再生を可能とするなど、独自の工夫を行っている場合もある。板社と異なり、 運転者が素顔をさらして、痛さをアピールすることになるため、最も羞恥心を刺激する、痛のアイテムと言える。小さい画像、ぬいぐるみを乗せている程度、キャラクターを描かれていないものは、痛チャリとして認められない傾向にあるため、本人が痛チャリに乗っているという自覚がないものも多い。描かれる題材は主にゲーム、漫画、アニメのキャラクターや、関連するロゴ、 それらの制作会社、ブランド名のロゴなどであるが、特定の模栄紙のファンがその作品をコピーしたり、特定の声優のファンがその写真を掲載している場合もある。いずれの場合も、車輪への装飾は走行中の視認性が悪いため、停車時にホイールの向きを修正してディスプレイする必要がある。ありがとうございます。